明治安田生命 J1 長崎一の一浦は第3節10日トラスタ J1 初参戦の V ファーレン長崎がホームの利を生かし昨年アクルを制したアジアチャンピオンの浦和レッズと引き分けた。先制点を守れなかったが昨季 J2 から続くホーム試合は8試合連続で負けなし、今季ルヴァン杯1試合を含む4戦未勝利だが、全試合で得点しており、初勝利へ手応え十分だ。長崎はまたしても初勝利を逃したが着実な成長を示した。15,975 人の大観衆を前に昨季から続くホーム試合は8試合連続負けなしとなった。前半44分、FW 鈴木が PK を決めリーグ2戦連続得点で先制。鈴木は後半も縦パスから相手 GK と1対1から果敢にシュート。右に外したが、長崎選手総年俸約4億の倍以上の戦力を誇るタレント軍団の浦和を脅かした。当31分、CK から追いつかれルヴァン杯1試合を含む3試合連続で先制した試合を引き分けとされた。だが高木監督は、1点リードしたが守りは考えず、3点目を取る流れだった。失点は仕方ない、と成長に目を見張った。鈴木が、クオリティが高く隙をついてくる、と、J1 レベルを体感したのも事実。それでも、点をもっと取って相手の息の根を止められるようにしたい、と、さらなる飛躍を誓った。引き分けはしたが、第2節で J1 屈指の堅守を誇る鳥栖から2点を奪う。など、今季4戦すべてで得点していることが自信につながっている。高木監督は手応えを問われ、リーグやカップ戦で先制点を取れている。ことが、そういうこと、手応え、につながってる、と前を向いた。菊川浩